それを普段意識してないとお客様の時だけやろうと思ってたらやっぱりボロが出てとかできなくなっちゃうから、うん、愛のあるセラピストになるために皆さん喜ばせることができるかっていうのを常に考えなさいと。相手を喜ばしなさい。それをやるためにはお客様だけに喜ばせようと思ってたらダメですよと、はい、そんなん、ね、お客様になった時だけやったらその瞬間だけなるんじゃなくて日常からなれば人生が変わるよって言われて、はい、日常普段から、はい、ってことはエレベーター乗ってる時でも、はい、この人どう自分が動けば喜ぶかなって考えてあげる。エレベーターなんて一瞬でしかないでしょ、ね、一瞬移動する縦に移動して階を移動するだけしかないけどその時に一緒になった人ですら、はい、あこの人すごく親切でいい人だなって思う喜んでもらうために、はい、じゃあ、ね、自分がエレベーターのその、ね、ボタンを押すとこにいたら何階ですかって聞いてあげたりとか、はい、お客様出る時にはこう開けるボタンを押してあげる。それだけじゃなくてこうドアが閉まらないように手を支えてあげるとか、はい、まあ、何かね、あとは、ね、お客様がお客様じゃないエレベーターに入ってくる人お客様じゃないけど、エレベーターでね一緒になる人が居心地がいいようにするためにはじゃあ自分がちょっと下がろうかなとか自分がちょっとこう横に行こうかなとか、あんまりエレベーターの中で騒いじゃうと一緒に乗ってる人はやっぱ不快に思うよなっていうのを考えて、エレベーターに一緒になった人ですら喜ばせようと頑張ってればどう？普通にさ出会ってさ一緒に働く人とかお客様とかサロンの、ね、メンバーとか、ね、あの会社経営してくれてる人とか、ね、あの運営してくれてる人に対しても優しく、ね、喜ばすことできるでしょ。だってエレベーターに一緒になったさ、これから一緒に働くかどうか分かんない、もう二度と会わない人にすら優しくできるんだもん。だから普段からなんですよ。日常から愛があるようにしないと愛は溢れていかないから、うん、なのでもうエレベーター入ったらこの人何をしたら喜ぶかなって考えること、うん、電車に乗ったらどういうふうに電車に乗ればこの人喜ぶかなって、はい、うん、まあ、別に席をね全員に席譲れって言うわけじゃないよ。それはそれでちょっとあの自分のねもちろんあれもあるから、それはもちろん自分の権利として別にね椅子座ってもいいけど、おじいちゃんおばあちゃんがいるんだったらじゃあちょっと喜ばしてあげようかな、はい、喜ばしてあげるっていうか、まあ辛いだろうなって、はい、まあ、自分よりもね体力ない人がいたら座らせてあげるとか、あとはね外こうね駅が出て自分のじゃない、あの近くにいる人がもうそろそろ降りそうだなと思ったら道を作ってあげるとかね、うん、まあ、そういう普段からのね、愛を意識してると、はい、本当にねプロとしてお客様になった時も自然と出てくるし、はい、それを普段意識してないとお客様の時だけやろうと思ってたら、はい、やっぱりボロが出てとかできなくなっちゃうから、うん、愛のあるセラピストになるためには先に与える。それも日常から普段から、しかもお客様だけじゃなくて一緒に働くセラピストサロンに対して、まあ何ならね業者さんとかもそうだよね、はい、うちにね何かこう業者で卸してくれてる人にも対してでも、はい、一人一人愛の与えれるセラピストになったら、はい、うん、本当にね最強です。こうなったらどうなるかというと、自然とジェイ君のファンが周りにいっぱいいるの。J 君がお客様リピート取れたらみんなで喜んでくれる。よかったねって、リピート取れたのよかったじゃんって言って、はい、で最近頑張って世界大会出ようと思ってるんだって3年後言ったら、もういろんな人が SNS とかもだよ、 SNS とかでも応援してるから頑張って行ってきてねって言ってみんなで応援してくれる、はい、うん、それはだって先に与えてるからみんな喜ばそうって言ってて、はい、あね、一緒にもね一緒に働いてたセラピストさんも、いや J 君は一緒に働いてる時に本当に一生懸命でいい子だから本当に応援したいってなって、そしたらどう？世界一なりやすいよね。だってみんなも応援してくれるんだもん。行くときに頑張っておいでって、頑張ってきて、ね、J ならなれるよ、大丈夫だよって自信もつけさせてくれるし。はい、そしたらね、みんなの力で優勝できちゃう。はい、みんなの力。うん。でも、もしみんなに愛を与えてなかったらどうかな？ね。帰ってこない。そう、帰ってこないってことは、無関心でやってたら一緒に働いてるセラピストも、あ、なんか J 君が世界大会出るらしいわ。あ、そうなんだ。終わり。とか別になんかね、応援されると、あ、応援しちゃうとなんか世界一取っちゃうと俺一緒に働いてるけどなんか指名ばっか行かれちゃうからなんか嫌だなみたいな、
とかっていう気持ちになっちゃう人もいるかもしれないね、もしかしたら。だってそれは愛を与えてなかったから無関心で帰ってきちゃってるし、うん、そしたら結局どうなるかというと世界一はなりづらいよね。だからみんなから応援されないし、うん、少しでもね頑張ってとかっていう気持ちがね伝わってきたら、よしみんなのために頑張るぞって言ってね120倍パワー発揮するんですよ。みんなのために頑張るぞって、うん、自分のためだけだったら頑張れなかったりするから。僕もそう、自分一人のためだったら頑張れないけど、もともと世界大会出ようと思ったのもシェリル・アンジェリがねちょっとねもともと出たかったよ、出たかったし世界一になろうと思ってやってたんだけど、シェリル・アンジェリがまあちょっとね僕辞めちゃってたりしちゃったりとかして、もうシェリル・アンジェリリニューアルというかもしかしたら潰れるかもしれないぐらいのところまで行ったことがあって、うん、僕が世界一取れれば、もちろん取りたいからずっと勉強してやったんだけど、取れればお店がもっともっと頑張れるかもしれない。だって世界一取ったらお客さん来てくれるかもしれないじゃん。しかも、ね、スクールでね生徒さんが来てくれればいい、ね、セラピストさんがこう来てねまたセリルで働きたいってなってくれるかもしれないし、だから自分だけのためじゃなくて世界一になったらみんなが助かるっていう意識もあって、行く前にみんなに俺世界一になってくるからってもう全員宣言して絶対になってくるって言って、もうなる前からねみんなにグループのみんなに伝えて取ってくるからって、それで行ったわけですよ。で自分のためだけだったらそんなに頑張れなかったかもしれないけど、まあまあ頑張ってたけどね、人のためだったら150倍ぐらいパワー発揮するから、うん、やっぱそうなると愛にあふれた人ですよね。人のために頑張れる、そしたら自分の力の 120%、150% のパワー出せるからです。さらにね、で世界一取ったことによって、もし僕世界一取ってなかったら J 君とも会ってない可能性ありますよね。だって YouTube 上げてないから、多分下手したら僕セラピストやめちゃってたかもしれない。だって女性経営の方に行って、はい、セラピストは施術も入ってなくて、はい、うん、ずっと入ってなかったっていうか、もう今もねちょっと今ストップしてるし、はい、まあ、これから入ろうと思うけど、はい、し世界一取ってなかったら YouTube とかも全然上げてなかった、はい、うん、本当に数本、はい、変わったんですね、その機会で、うん、その機会でじゃあお店を守ろうっていう機会で、世界一があればもっともっとお店が良くなる、じゃあ世界一取りに行こう、はい、で取ったらじゃあ変わったかというと、実はね世界一取っただけじゃ変わらなかった。だって世界一3年後取るじゃん、取るだけじゃ変わらないんだよ、はい、だって僕世界一取りました、はい、じゃあ去年の5月僕のこと知ってました？いえ知ってないですよね、はい、ってことは会えてないんですよ、僕が取っただけだったら。そこで僕は取るだけじゃなくて世界一取ったこと自体には意味がないよと、それをしっかりみんなに伝えて発信して知ってもらって、しかもその自分のノウハウを世界一を証明するようなテクニックありますよっていうのを知ってもらって初めて、あすごい世界一なんだって価値が出てくる。でも知ってもらえなかったら価値ゼロ、うん、つまり世界一取ること自体には意味がないよと。だから3年後世界一取ってもJ 君がもし SNS やってなかったら意味ないとは言わないよ、はい、けど思った以上意味がなくなっちゃう。意味ないって言ったら、まあ言い切っちゃうとね、まあ多少は意味ある、多少はみんなからおすごいねって言われるけど、知ってる人からは言われるけど、はい、その知ってる人に伝えるのも SNS だから、はい、SNS で伝える、うん、伝えて初めてすごいねってなるし、あ世界一の人の話なら聞いてみようってなる、はい、世界一の人の技術なら学んでみようってなる、はい、うん、そう、つまり、はい、SNS、 そう世界一取ったら、はい、絶対みんなに知ってもらわないともったいない、はい、うん、そうそうそう、だから人のために頑張って、はい、人のために頑張って取れたら今度は人のために世界一を使う、世界一